一方、韓国のイーボン政策官も会見を開き、日本の輸出管理強化について前の状態に戻す必要性をはっきりと提示したと述べ、措置の撤回を求めたことを明らかにしました。イー貿易政策官はさらに、日本側はさらに確認が必要な部分はあるとしたが、韓国側の説明を基本的に理解したとの認識を示しました。ただ日本側が措置を緩和する見通しについては予断は難しいと述べるにとどめています。東京青梅市で67歳の男性が殺害された事件、男性は知人らに1億円を持っているなどと話し、現金を見せていたということです。